皆さんこんにちは、渡辺幸子です。今日は天皇の系図を見ると面白いよっていうお話です。宮内庁のホームページに歴代天皇の系図というのが PDF ファイルでダウンロードできるようになっております。でそれをですね、ダウンロードしていろいろ眺めると結構面白いことがわかります。それではちょっと見てみたいと思います。一番最初に書いてあるのが神武天皇です。初代神武天皇。そして下ってきて大和武尊皇子がこの辺り、景行天皇、第12代景行天皇の息子さんが大和武尊皇子ですね。そして第16代に仁徳天皇がいらっしゃいます。でその下ってきて第25代武烈天皇、第26代慶泰天皇で、ここであれれって思うんですけど、25代の天皇と26代の天皇がこう直線でつながっていないのですね。で武烈天皇の 1,2,3,4 代遡ります。仁徳天皇の代まで遡って降りてくる。そして慶泰天皇が26代に即位されるわけですね。なのでこの皇統を承継するということで、この昔も苦労されたんだろうなっていうのがこれでわかりますよね。そしてずっと来て33代推古天皇、聖徳太子が摂政だった天皇です。で35代光玉天皇、36代光徳天皇、37代斉明天皇、そして38代の天智天皇。天智天皇というのは百人一首の一番歌を読んだ天皇ですね。で40代天武天皇、41代持統天皇、43代元明天皇。持統天皇の時に柿の元の人窓などがこの辺で活躍してます。でこの辺りはですね、百人一首、小倉百人一首でもとても有名な和歌がある時代でございますね。そして第45代聖武天皇の時に遣唐使が派遣されたりして、で聖武天皇が亡くなられた後に正倉院が建てられるわけですよね。で第50代の桓武天皇、62代村上天皇。この村上天皇の頃が平安時代の中でも最も華やかな時代だったと言われています。そして65代一条天皇、一条天皇の時は藤原の道長がいたり、清少納言とか紫式部とかが活躍された時代ですね。で五一条天皇が68代、下ってきて74代鳥羽天皇、75代崇徳天皇、76代近衛天皇、77代後白河天皇。この辺は私の言葉もトーンもちょっと寂しくなるんですけど、崇徳天皇と後白河天皇が戦われますよね。そういう時代です。でだんだん武家政治へと移っていくわけですよね。で崇徳天皇もそうなんですけども、順徳天皇とか後鳥羽天皇、ここですね、後鳥羽天皇と順徳天皇、どちらも院になられてからなんですけど、後鳥羽天皇が、小倉百人一首でいうと99番歌の歌を読まれた天皇ですね。で順徳天皇が順徳院となられた時に最後、小倉百人一首の100番歌を歌われてます。なのであの小倉百人一首というのは天智天皇の時から順徳天皇の時までの和歌が厳選されて集められている。どちらかというとあの歴史的な、叙事詩のような形をとっています。この辺のお話も面白い話がたくさんあるので、またあの別な機会にご説明させていただきたいと思います。でですね、その後ずっと下ってきますよね。で下ってきて現代なんですけど、こちら125代金城天皇と書いてますが、ここは今で言うと上皇陛下のことでございます。今の天皇陛下は126代なので、こちらの表は上皇陛下のことですね。
そして昭和天皇のお父さんが昭和天皇、おじいちゃんが大正天皇っていう形で遡っていくんですが、この118代の天皇陛下と119代の天皇陛下、ここもですね、118代の御桃園天皇から119代の光覚天皇の時はやはり 1,2,3 世代遡って、そして降りてきて光覚天皇という形になっています。少し画面を大きくしてみました。25代のブレツ天皇から26代の慶太天皇まで 1,2,3,4 世代上がって降りてくるっていう形です。そして最近のところでは、まあ118代の御桃園天皇から119代の光覚天皇まで 1,2,3 世代上って 1,2,3 と3世代降りてきております。まあ、もう一つご紹介したいのが、この守り抜いてきた男系天皇の歴代系図という、これこちらもですね、あの1枚にまとめられているのでとても分かりやすいと思います。神社の境内でね、たまたまあのいただいてきたものです。で次にですね、こちら三妻さんというジャーナリストの方がいらっしゃるのですが、その方がお調べになられたという、そちらを見てみたいと思います。功績離脱を戦後功績離脱させられましたよね。その方々をあの功績復帰という形を取れば皇位継承が割とスムーズにいくんではないかという、そういうようなお話です。でどのようなことかというとですね、ちょっと説明します。昭和天皇がこちら欽朝天皇と書いてありますが、こちら上皇陛下ですね。上皇陛下と同じ世代に東国宮森博さんっていう方がいらっしゃいます。この東国宮家というのも功績離脱をさせられた、そういう皇族ということなんですが、そちらの家系にですね、3名あの天皇の血を引いている方がいらっしゃるということです。そしてその方々のお子様方に男児お一人、男児二人、男児二人と、ここでだいたい5名のお子様がいらっしゃる。このお子様たちは今の悠仁親王殿下のまあ、またいとこにあたるということですね。東国の宮家を皇室としてあの復帰していただければ、少なくともここに5名の男子がいらっしゃるので、皇位承継が容易になるのではないかという話ですね。皇統を継がれる男の方がこの時点で5人もいらっしゃるので、この方々に功績に復帰 していただければ、それで日本の国は安泰じゃないかななんて思っちゃったりする私もいるわけでございます。はい、いかがでしたでしょうか。なんかちょっと今回分かりにくくてすみませんでした。それではまた、ありがとうございました。あのチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。はい、また。